でもこれ負けても7-8になるってことですね。そうですね。きっとシャオメさんのクソムーブを期待します。勝ったら97だからやっぱ勝った方が美味しいかな。当然オッケー。なんだよ今のは。卵キャンセルして投げ。オッケー。さあ投げ通してこれはケオ。安い安い。一本目パーフェクトで取ってたゲロッパさん。ゲロッパがパーフェクト。さあ開幕下段刺さってアッパー。この人と置いてきっちりまた繋いでいく。どう？おっとゲロッパーさんここで一発食らって引き抜きも入る。伝送とか不定な。伝送暴れ入るな。おっと投げ入って。あっとこれは落ちる。ゲロッパーさん2本練習。これはビオラの貫禄を見せつけるのか。アッパースカリア。ものすごい反応。クリティカルエッジ置いて、あ、食らっているあよしよし。よし、ラボット確かに。とりあえずクリティカルエッジで。入って。さあ、どう来るどう来るどう来る。おっと、ビビビで。おこれは橋かく。ああ、当たっていたクリティカルエッジ。素晴らしい。ということで、ゲロッパさん3立てで、シャオメイさん下して、生き残り。はいはい。